どうもこんにちは、さがです。じゃん、普通のスティングレイめっちゃいい。普通の6点止めのやつマジで最高よ。これちょっと弾いてみようかな。なんかスティングレイってさ、結構右手強めで弾きたいからちょい弦高高めとかさ、ゲージもせめて45105とかで行きたいな。でもそこまで右手強くない人は逆にゲージ下げてその強いピッキングしてる人っぽい感じで弾いた方がいいっていう話もあるかもね。いや俺最近弦のゲージによって張力が違うっていう事実をちょっともう一回見直してて、確かに全然違うよねみたいな。実際違うの、張力が、つまりテンションが違うの。おもろ、右手の方がやっぱり変わります、これに関しては。ちょっと EQ してみようかな。
すげえいい。いいんだけど、めっちゃ脳筋なベースだよね、これ。マジで、MTD とスティングレイはマジで脳筋ベースだなと思う。なんかやっぱゴリって弾かなきゃね、なってこないし、でもゴリって弾くのが楽しいんだよね、こういうベースでね。いいなぁ、楽しい。いや、ちょっと欲しいなと思って。欲しいなと思ったんだけど、ちょっと買う、あれでもないからさ。譲るわ。はい、譲るわ、これ。あの GIB 横浜にあるんで、ちょっともしかしたら僕がバコバコ弾きまくってる後かもしんないけど。はい。すごいね、あのミュージックマンね、やっぱいいよね。もう最高っす。フェンダーのブランドってマジで最高。はい。6点止め。なんで6点止めなんだろうね。ちなみにこのバックパネル、これね、あのデュラセル以外使うと微妙になっちゃうことが多くて、これ問題であのノイズ出たりもするので、なんかノイズ出んだよなっていう人はこれ変えてみてください。普通のスナップのやつに。あと意外とパッシブにしても面白いです。そう、今日ね、ちょうどなんかリペアがあって、なんかね、それは、スティングレイにシリパラスイッチつけたいみたいな感じだったんですよ。で、このまんまだと、プリアンプがついてるからさ、ちょっと難しいですみたいな。だからこれパッシブにしちゃってもいいっすかみたいな。いいですよみたいな。でね、じゃあせっかくシリパラするんだったら、2ボリューム1トーンにしませんかみたいな。パッシブにするんだったらね。2ボリューム1トーンにしませんかって。要は何かっていうと、ジャズベースみたいにしようっていう話なのよ。こっちがフロントピックアップで、こっちがリアピックアップで、で、フロントボリューム、リアボリューム、トーンで、これフルにしたらさ、まあパラレルの普通のスティングレイと同じ音でするわけじゃん。で、引っ張ったらシリーズになるみたいな。これね、結構おすすめです。パッシブスティングレイ持ってる方はぜひぜひ、あのジャズベースと同じような感じでシリパラタップみたいなやつつけてみると結構おもろいかなというふうに思います。音全然違うんですよ。こっち側のタップとこっち側のタップで。かなり違うんで、マジおすすめ。俺がもしスティングレイ買ったらパッシブにしてそういうふうにするかも。と思いました。どうすか、 GIB 横浜でそういうのできますよ。即日で来てください。